1> 第1種電気工事士筆記試験の問題の問い6ですな、えー。令和3年の午後です。これややこしいですよね。えー、図のようなですね、3層3線式、えー、配電線路で、自電端の電圧が 6700V、負荷電流が 20A、えー、深夜で軽負荷のため、 力率がこれがね進み力率なんですわ。普通は遅れられるんですけどね。えー、これ進み力率ですね。で、えー、配電線路のですね送電端の線幹電圧はいくらかと。はい、ただし、えー、配電線路の抵抗は1線あたり0.8オーム。で、リアクタンスは1オームであると。 なおコサインシータ θ は0.9の時ですね、えー、サインシータ θ は0.436であると、えー。で、えー、適切な近似値を用いるものとすると <laughs> こう書いてあるんですな。えー、進み力図なんですね。ということはリアクトアンス分が電圧上昇になるということですよね。 はい、えー、まず三層のね電圧降下の公式というのはですね、えー、ルート三 i 括弧 R コサインシータプラス X コサインシータですね。ところが進み力率なんでね、えー、R コサインシータは変わらんわけですよ。これは抵抗に対するいわゆるあの電圧降下ですから、これは遅れであろうと進みであろうと変わらんんですね。ところがその進みの場合はですね。 電圧上昇になるんですねこれね。違って、これ電圧効果の式ですから、こうマイナスエキシータになるわけです。はい。そうしますとですね、公式が、えー、20倍のルート3八0 8零0 9ですね。これはいわゆる抵抗の電圧ドロップです。で、えー、こう電圧上昇になりますんでね、マイナスになるわけですね。1零0 4 3 0と。 いうことになりましこれは20ルート 3×0.28。まあ、これ約10ボルトになるわけです。従って、えー、送電端の電圧は、えー、6710ボルトになりますよと。こういうことになるんですね。答えはローになります。ちょっと、どうですかね、ちょっとひ,ひねりすぎてるんじゃないかなと思いますな。